ジェフリー・エドワード・ブラムは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、レッドウッド式出身の元プロ野球選手。宇藤良ダ。1994年の MLB ドラフトで、モントリオールエクスポズから2巡目指名され、入団。1999年8月9日にメジャーデビュー。2002年3月12日、クリス・トゥルービーとのトレードで、ヒューストン・アストロズへ移籍。 2003年12月14日、ブランドン・バッキーとのトレードで、タンパベイ・デビル・レイズへ移籍。デビル・レイズでは2004年、打率。215.8本塁打、35打点と2000年以降、ワーストの成績に終わった。2004年12月9日にサンディエゴ・パドレスと契約。2005年シーズン途中の7月31日、マイナー選手とのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍。 ホワイトソックスでは、自身初のプレーオフを経験し、アストロズとのワールドシリーズでは、第三戦の延長十四回に、ソロ本ン・打を放ち、チームは七対五で勝利。ホワイトソックスは四連勝で八十八年ぶりのワールドチャンピオンとなった。二千七年二千六年から二千七年にかけて、再びパドレスでプレーし、二千七年十一月二十日に、アストロズと一年百十万ドル、 二年目の2009年は、球団オプションの契約に合意。2008年、自己最高の14本類が53打点を記録。打席数が250を上回ると2009年の125万ドルのオプションが行使されるが、ブラムの打席数は356のためオプションは行使され、2009年もアストローズでプレーすることが決まった。2012年7月14日2012年。 アリゾナダイヤモンドバックスを最後に引退後は、アストロズの球団専属解説者を務める。ありがとうございます。